違う両者という部分もあるわけですけれども、相当激しい、これはどつき合いになると。そうですね、まあ、本当にね、はい、お互いK1 というのは慣れてないんですけど、すごい戦いになるでしょうね。渡辺に山本、パンチではね、やっぱり渡辺選手の方が上なんですけども、ボクサーですからね、はい、体の強さはやっぱり山本篤選手ありますんで、で2人ともね、性格が軽々ですから、はい、まあ、KO 必死の戦いになるでしょうね。ここまでの流れでは、この闘争心を前面に出してリングに入ってきた渡辺、一方静かな表情で闘志を胸に秘めて入ってきました山本。アズ選手はね、もちろんパンチでガンガン行くタイプなんですけど、今日ばかりはこう蹴り使った方がいいでしょうね。はい、まずローキックを蹴りました。赤のグローブがボクシング出身の渡辺です。一方青のグローブがレスリング出身の山本。ガードを下げている、ガードを下げて、さあ来いと言っている、腰を振った渡辺。さあ山本がこの渡辺の動きに、関根さん、簡単に挑発をされるかどうかですね。そうですね、冷静ですね山本選手ね。なるほど、自らのステップワークを掴みまして踏み込んできました。一方の川端さん、はい、この渡辺はちょっと何が出てくるかトリッキーなわけですけれども、分かんないですね、なんか前回よりはすごく、ね、冷静に戦っている気がしますね、はい、自分はボクシングの選手であるということで、そのあえて、まあ、キックをかじったことにより蹴った方がいいと迷ってしまった時期もあったけれども、やはり自分はパンチなんだということを辰吉さんとの出会いで思いした。右足ストレート伸びた、右足ストレート伸びた、さあボクシング来ました、渡辺、渡辺の拳から膝がきた、さあ渡辺だ、渡辺チャンスだ、右ハイキック、倒したか、倒したか、これはどうだ、ストップストップストップ、両者もんどり打った、ダウンではないか、ダウンではない、さあ激しくなった、総合の選手ですからね、ダウンで終わりではないんですよね。そうですね、ただ和久選手の、はい、右ストレート一発、渡辺の右ストレート、レフリーは耐える、ダウンです、さあダウンです、これはダウンです、山本がダウン、渡辺の右ストレートが伸びました。ファイティングポーズを取りました。さあ渡辺、まずはチャンスを握った、さあどうだ、ここもチャンスだ、ここもチャンス、ここもチャンス、2度目のダウンを奪った、右の拳を上げた渡辺、止まらない、渡辺止まらない、さあ2度目のダウンを取った、あと1回のダウンで KO 勝ちになります。残りは30秒を切っている、渡辺右、パンチはすごいですね、やっぱりパンチが、ね、一流ですね、ちょっと試合態度に問題がありますけど、パンチはやっぱすごい、この第1ラウンドで3つのダウンを奪った、まさに圧倒の KO 勝ち、辰吉丈一郎さんとの出会い、自らさまざまなものを改めて学んだというこの渡辺和久。いやー川端さん、はい、最初のダウン、最初に右ストレートが伸びた、すごいですね、やっぱりパンチが強いですね、はい、アトシ選手がね、これタックルいったのは本能ですね、あれはもうわざとじゃなくてもう本能ですよね。なるほど、山本アトシもキッドに言わせますと本当に身体能力が高いと、目もいいわけですけれども、その山本が完全に正面からこの渡辺のパンチを食らいました。あえて自分はパンチであるというところに再認識をしてこだわってきた、このあたりがまた一つの渡辺の勝因かもしれません。そうですね、やっぱりだけど本当にね、絵になる男っていうか、内藤選手、今までいなかったタイプですね。いや、内藤チャンピオンもね、ちょっとこう目を開いてますけどね、すごいという感じですか。いや、渡辺和久、暴走ボクシング王者、またまた関根さん、はい、楽しみな選手が出てきましたね。いや、さっきねパンチのラッシュの間にね、やっぱり練習した成果で、蹴りも出てましたもんね途中、はい、すごいですよ。うーん、人間としてもボクサーとしても尊敬する辰吉丈一郎さんと出会い学んだというこの渡辺和久、山本篤を下しました。